才能の原石どもよ、覚悟して聞け。これよりアモングアスアンダー20日本代表に挑む7人を発表する。まずは主人公イサギヨイチ。おい待てよ、サッカーなめんな。チーム Z、 イサギヨイチ、お前らに勝つ人間だ。イサギヨイチです。続いてバチラめぐる。だってここは結果が全てでしょ。あんたを信じた俺の勝ちでしょ。バチラめぐる、よろしく。続いて国神レイスケ。俺はサッカーでスーパーヒーローになる。恥ずかしいことなんて何もない。俺は俺の夢のために正々堂々世界と戦う。国神レイスケだ、よろしくな。続いてちぎりひょうま。知ってるよバカメガネ、初速はな 50m5.77、 ロングスプリントのトップスピードなら俺の方が速い。ちぎりひょうま、よろしく。続いて御影レオ。やめとけバカさんてつ、バカのくせに賢く見せようとすんじゃねえバカ。つーか俺はダセーやつとつまんねえやつは嫌いなの。お前はその両方だ、御影レオだ、よろしく。続いて凪誠志郎。考えんの苦手だったらとりあえずレオの言うこと聞いてみたら。レオめっちゃ頭いいし。凪誠志郎、よろしくね。続いてニコ一騎。害虫駆除、害虫ん？なんか向こうにめっちゃ足速くてめっちゃバカっぽい人がいる。声かけてみようかな。ニコ一騎です。そして今回より新しく参戦するメンバー、ラストピースは剣斬鉄だ。つまり物事のプライオリティがイニシアチブなメソッドってやつだ。これが俺のテリトリー、剣斬鉄。ついに飛び込み参戦、ダイバーシティだ。それで途中でめっちゃ気になるんだけど。なんだなんだ。あ、そう。何があったんだ。今回も重要な役職。何があったんだよ。よし、大体やることは分かった。タスクをアンコンセンサスバイアス。お、次。いいな。あ。パツ前髪、これ釣り場があるぞ。ちょっとこんなとこに追い詰めて。いや、何もしないけど。何もしないけど。びっくりした、びっくりした、びっくりした。あ、びっくりした。あ、びっくり、びっくり、びっくり。あ、びっくり。ニコ、どうした？あの、二人でいるのは危ないんですよ、これ。本当？仲間ってことありますからね。さっぱりわからん。迷った。ちょっとナギと斬鉄と一緒に、ちょっと何かしてえな。やべえやつ来た。やべえやつ来た。レオは世界一になるべき人間から。やべえやつ来た、やべえやつ来た、やべえやつ来たんで、やばそうです来た、やばそうです来た。危ない危ない危ない。やばそうです来た。やばそうです来た。世界になるべき人間じゃないか。やばそうです来た。レオはやばそうです来た。お前は世界一のストライカーになるべき人間じゃない。助けて斬鉄、助けて。お前は斬鉄か。お前は斬鉄、助けて。人がいるじゃないか。助けて斬鉄。お前は世界一になるべき人間じゃない。こいつ危ない気がする。危ない匂いがプンプンする。この国神とかいうやつ。俺が選ばれればよかったのに、あの時。でも、早メガネはちゃんと釣りしてたから、来るっぽい。なんで俺は選ばれなかったんだ、あの時。釣りすげえ楽しかった。お前は、お前と肉壁だからだ。ムカつけ。うわっ！やだ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 。やだ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 。やだやだ、死にたくない、死にたくない。見て見て、イサギ。はい、めっちゃリーゼント。どうどう、イサギ。あれ、イサギじゃなかった。いや、俺こっち。あれすごいリーゼントのやついるじゃん。めちゃめちゃ逆立ってたのに今。見た、イサギ。いや、見てたっちゃ見てたけど。俺のスーパーリーゼント。ほっほっ、ね、おい、イケザンベツ、イケザンベツ、よしよしよし。うわ、やられちゃった。いや、しかもこいつスピードブースターなってやがる、ちゃんと。左下にちぎりいるぞ。行くぞ、ザンプ。おレオ、お前は世界一になるべき人間。お前は来るな、来るな、お前は。お前は世界一になるべき人間じゃない。ザンテツ、ザンテツ。お前は世界一になるべき人間じゃない。お前でっかよ。さて、一丁飛ぶか。
さすがに声までは聞こえないんだな、これ。やばい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 。痛い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 。え？ヤシにすぎ、ヤシにすぎだろ。俺がっつり見ちゃったんだけどさ、国神と残鉄な。いや俺だ、指キタスなんだよ。俺ラジコン操作できるんだよ。左側のスプラッシュゾーンあるよな、あそこで潔とバチラと国神と残鉄が戯れてたのをずっと見てたんだよ俺。重くそ2人でぶん殴ってたな。指切り幻満？よくわからん。なんだ、そう、指切り幻満でお前らの行動を見てたんだ。気をつけてください。残鉄にも分かるように説明してくれ。もバカを演じて殺人鬼ですよ彼ら。いやもうちょっと分かるように説明してくれ。いや見てたんだよだから。あれあんま内容ないかも。あのがっつり見てるんだよ俺。いやどうやって見てたんだじゃあ。あれでも十分な証拠なのにバカだから。いやこれお嬢、お嬢嘘ついてるぞ多分。これどうやって見てたんだじゃあ。いやだからラジコン使ったんだ。ラジコン、ラジコン、それなんか新しい食べ物か。お前も伝染してる、伝染してる。指切り幻満、嘘ついたら針千本伸ばすだぞ。やばい、会議ができない。なんかあんたたちかっけえな。じゃあのバカが伝染する前にすりませんかこれ。危ないですよこれ。とりあえず鍵は味方。新しい役職いますよこれ。ということはチギリが鬼ってことだな。いやなんでだ、なんでな。エゴさん、おかしいな。起きてください。エゴ、エゴ、簡単な問題だ。一緒にいたでしょ。どうした。1たす1は5。じゃあちぎりくんが鬼か。よっしゃほら、僕も言えましたよ。やばいやばい、なんでだ。こいつだけおかしい。僕も入れました。こいつだけなんか賢い。いやちぎりくんだと思ったんですよ。おかしいな、なんだこれ。なんか今の話を聞いてバカに殺された俺。そっちには当然の結果。これだからバカは映る前に、バカは映る前に処した方がいい。じゃあペインやってろよ。ここだとバカじゃなきゃいけないのか。じゃあペインやってろよ。間違えちゃったんだね。なんか言ってたのに。そうか。やだ。なんだあいつ、バカなことばっかり言いやって。本当に。そのも存在しないからな、そんなものは。僕のバイタルはいつまで経っても10秒から回復しないし。あ、言っちゃった。あ、やばい。あ、バイタルだ。バイタルこれ何、どこ、これどこ、これ何、右ですか。右下これ左、右下だ、前、右下だって、あっちこっち、そっちどっち、右下だっつってんだろ。下下、右上上下、やばい、誰かやられそうだ。右、ああくっそ。よし、やったぞ残鉄。最悪だ。よし、アドバイスサンキュー。よっしゃ、どういう状況だ。勝ちだ。ダメだ、冷静でいられなかった。今、国神のことをやろうとしたんだけど、先にやられちゃった。1秒足りない。それも多分映ってます何か。そう映ってるそれ。それバカが。バの影。今回もしかしたら過去一バカなのかもしれない。このゲームより多分お前らペインやった方が良かったかもしれない。お前らバカだ。これが残鉄の能力だよな。伝染する。周りにバカを。国神と残鉄の化学反応。なんか嫌だな。俺たちの化学反応。そうだ、脳筋めちゃくちゃそこで終わったぞ。もう何か脳筋系ボットの脳筋とバカの。あれ消えた、消えた。バカすぎて早や切られた。 MP 切れ。続いて第一人号ライチョーラン、ライチョーラン、いなかった。俺今ゲッサーだから撃てるよ。誰インポスター、誰だ。ゲッサー撃てるよ。とりあえず残鉄が。はい、インポスターです。ポーク、豚。ポーク、豚。いや、豚じゃねえから、フォークな。せっかく成田君堂に負けちまった。あれ、レンスケは俺だ。色変わってる、色入れ変わってんぞ、入れ。ほんとだ、エゴと残鉄が変わってる。俺たち入れ替わってる。あれテテレ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 テ